続いてはアジコです。ツアーのリハーサルの真っ最中。そうです。ということですね。はい。うん。全国20カ所もいるの。20カ所。17カ所20回かな。あ、17カ所回数で20回。すごいですね、このグループ見てますと。誰も喋りそうにありません、ね、いやいやいや、話して指名してください。はい、綺麗な彼女とか、彼女とか、はい、一応広報担当はウーアになってるんですか。あ、ちょっと不慣れなんですけどね。はい、ですか。真っ暗にしてリハーサルしてるってのは本当ですか。そう、蛍光灯がね、うん、頭クラクラしてくるんですよ。蛍光灯ね。そうで、リハーサル室とか全部じゃあ蛍光灯か。そこはね、たまたまね。それで蛍光灯消すの。を全部消して、で、ライト持参で、素敵にして、マイライトで行くわけ。それがここんちの持ってきてくれたので、僕の事務所からライトを3つぐらい持って、あとなんかセージとかいう草を焚いたりとかしてますけど。政治っていうのはあれだな、カレーの中に入ってるやつよね。ああ、いや、ため息つかれても困るんで。見ててお腹が空いてたんで。でも3つぐらい持ってきても暗いよね。それでいいんです。それでいいんです。ちょっとここもそれで十分ここも明るすぎる。普通は明るすぎるんです。そうですか ね。はい。じゃあ家も暗いんですか。わりかし暗いですね。わかりました。今日はたくさんお話を伺いました。今後のラジコは楽しみです、はい、よろしくお願いします。スタンバイでお願いいたします。キンキキッズはリハーサルで必ずやることありますか。特にないんですけどもね、東山さんは必ず100回以上腹筋をしてからストレッチをし、あなたの諭吉が泣いてますって言ってリハーサル帰りますね。ああ、はい。必ず。素晴らしいですね。違いますね。やらないといけないんですけどね、ストレッチはね。そうですね。はい。じゃあ参りましょう。はい。それでは歌に参りましょう。アジコで美しいことです。どうぞ。空を飛んでるよ。